じゃあおやすみ。おやすみ。バイバイ。いやーめちゃめちゃ。お父さんええ人やめっちゃ。ちょっと改めて状況説明して。走ってる途中ですね。先ほど僕らが行ったお風呂屋さんやね。お風呂屋さんに向かってる途中にあった、うん、スナックの経営者で、うん、僕らの自己紹介したら、うん、全然ご飯ぐらい食べさせてあげるよと、うん、スナックだからうちと、うん、なんなら個室のところに寝てもいいよと、うん、レジもやってるし、うん、それでそのお店名刺もらって、うん、今来てしまいました。はい、来ました。帰ってこれるかな俺ら。帰ってこれるかどうする。ものすごい高かったら一杯。まあ頑張ろう。行きましょうか。いやーすごいな。石川さんやね。石川さん、うん、名前。ドアこれや。よいしょ。みんなで開けようか。よいしょ。こんばんは。なんか石川さんは、あ、今ね、奥で料理しよう。本当ですか、はい、すいません。僕らの人力車のもので、はい、先ほど拾っていただいて、はい、あ、石川さん、ここ、こんにちは。荷物、あ、できな。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。お前様、よく山登ってきた。いや、ほんまに。これきついやろ。うまうまっ。今からそうです。めちゃめちゃ刺激者と思いますなんて歩いてて、はあ、何してんのかなと思って聞いたら本当に刺激者。俺のとこだからかわいそうだから、お金減らないから飯食べようって言って。ご飯いただきました。スナックから想像できひんぐらいすごい家庭的。どう、美味しい。めっちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。やばい。しかもこれ納豆キムチ。これなんすか。え、やばない。雨見て見て。何時とかもうどうでもいい。これでたどり着こう。安全点でお金もかかるし体力も必要やし時間もかかるし。お金と体力と。でもね、いいじゃない。行く人行く人にみんな夢を与えて。ああ、そうですね。寄付でございます。買った時たまに超えてください。ありがとうございます。でも本当にすいません。いやいや。もらいます。これね、下に下げるって感じですね。ああ、こうして。あ、そうそう、これテコの原理なんで。ああ。こういう感じです。大変だ。はい。すいません。応援ありがとうございます。はい、頑張って。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。またお会いしましょう。はい。やばこれ。何この坂道。一番やばいんちゃう。一番。